アシマ電子、アステレビ、アステレビデジタルメディア有限会社は、香港に存在する、インターネットテレビ局である。略称は、ATV、2007年10月のシンコーポレートアイデンティティ、導入後は、エ t テとの表記される。日本語では、アジアテレビと呼ばれることもある。1957年に、霊的衛星リーディフュージアン・リミテッドの名で、香港。 中華圏最初のテレビ局として放送を開始し、霊的電子への解消を経て1982年に現在の名称となった。長年の経営不振による負債のため、経営危機が伝えられていたが、香港政府は2015年4月1日に、アス電子の無料テレビ放送免許の継続を打ち切る決定を行った。 その結果、アシマ電子のすべてのチャンネルは2016年4月2日午前0時に停破し、放送を終了した。しかし、新たな出資者を得て、債務解消への道筋もついた結果、インターネットテレビとして2017年12月18日より、試験放送として放送を再開、2018年1月29日より、正式放送を開始した。 アシマ電子の前身である霊的衛星は、総主国イギリスの会社である民間ラジオ局リディフュージョンが香港発のテレビ放送局として1957年5月29日に開局した。当初のチャンネル数は、関東語で放送する1チャンネルのみであった。放送方式は、有線放送による有料放送方式を採用し、ケーブルによって各家庭に配信していた。 視聴量は毎月25本コンドルで、放送開始時の契約者数はわずか640で、あったが、後、約10万まで増加している。1966年には、自前の俳優養成組織、電子芸員訓練班を設立した。コアキオ、アンソニー・ウォン、霊名、レオン・ライ、チョーイエキ、ニック・チョンなど数多くのスターがすがっている。 1967年11月19日に無線電子が開局したことにより大きな転機を迎える。TVB は、その名の通り無線方式による無料放送を採用したが、無料である上に、アンテナ以外に特別な設備なく視聴可能なこと、さらに放送開始時点でカラー放送、一部番組のみを行ったことから、放送開始より視聴者の人気を集めることになった。 それに対して RTV は有料放送でしかも白黒方式のままの放送であったため契約視聴者は激減した。このため大幅な放送内容の見直しを行いバラエティ番組の増加や競馬中継を中心とした競馬関係の番組を放送するなどした結果1969年には視聴契約は10万を超えるに至った。1971年に 香港伝代のテレビ放送制作が開始されたが、自前の放送チャンネルを持たなかったため、霊的衛星からも放送された。しかし、優先方式の有料放送で、かつ白黒放送では、TVB に対抗できず、また1975年には3局目の民間地上波放送局が開局することも決まった。ことから、会社側では、放送方式を無線方式の無料放送か、 カラー放送の開始を決定し、1973年12月に変更することを8月に発表した。また同時に曲名も、霊的電子、RTV に変更した。しかし、設備変更を短時間で終えるのは困難なことから、1973年11月に1ヶ月間放送を休止して、カラー放送への切り替え等の設備更新を行い、 さらに英語専門のチャンネルを新設した。1975年に第三の放送局である経営電子が開局し、視聴率競争が激化。1978年、経営電子が経営不振により倒産し、同局のスタッフや所属俳優の多くは霊的電子に移籍してきた。この結果、番組内容の充実が図られ、高視聴率の番組も出るようになった。 TVB もそれまで放送していた番組を打ち切って、新たな番組を放送して対抗した。1980年代になり、霊的電子の経営状況は悪化。1981年3月には、霊的電子の親会社である英国の会社の経営も悪化したため、経営から手を引くことを決定し、一旦オーストラリアの企業に売却されたが、翌年、1982年には、 地元香港の企業に栽培却され、放送局名も現在の足間電子に変更された。1983年には中国本土のテレビ局が制作したドラマが香港で初めて放送され、人気を呼んだ。1987年には局者が火事に見舞われ、放送機器が損傷して、放送に支障をきたし、ライバル局、 TVB の支援を仰ぐという事件も発生した。1989年には親会社が再度変わったが、新コーポレートアイデンティティを導入。1990年前半にかけては、香港のテレビ市場に残る番組を少なからず制作。TVB の視聴率を上回る番組も出現した。この時期が ETV にとって最も好調な時期であった。 1998年には新たな経営陣が参入して経費削減のために番組制作方式の改革を行い社員の整理も行われた自社制作の番組は減少してゆき外部制作の番組を購入して放送する場合が多くなったそのまま経営状況が悪化してゆき経営者も次々と交代して行った2000年代に入るとドラマや バラエティ番組の制作が減少されるなど、長期低迷状態が続くこととなる。一方、2008年には、PCCW と白紙電機から CEO を招き、経営内容の改善を図ろうとしたが、CEO の一人だった、現香港電子網楽社長が、それまでの ATV の中国本土寄りの報道姿勢から、香港市民の考えに沿った内容の報道を目指すと、発言したことが、 中国本土資本の経営者の反感を招き、わずか10日ほどで辞職に追い込まれる事態も発生した。その後、台湾のを経営し、中国本土に広く事業を展開して、中国共産党の要人とも関係の深いザングメンが株式を獲得し、実質的な経営者となった。蔡の就任直後の2009年2月には、社員207名の解雇を行った。その一方、 同年の春節前日に放送される特別番組は、支出を抑えるために、中国中央電子台が放送している、中国中央電子台春節連環会の放送券を購入の上放送した。2009年からは、蔡が台湾で経営しているメディアグループの一つである、台湾中天電子の番組の放送が始まった。制作費不足が解消したことから、凍結中であった。 自局番組制作も再開始した。香港の視点で、香港で起きている社会問題や時事、ゴシップをブラックジョークで取り上げるトークバラエティ番組を放送するなど、中国政府、中国共産党に対しても中立姿勢を強め、番組内容の変化とともに、ATV の姿勢が注目された。CM スポンサーに中国企業が多いことなどから、まるで、 CCTV10 代、中国国営テレビ中国中央電子代第10、チャンネルだと、揶揄されていた一方、2009年の64、天安門事件20周年に際して、TVB の地上波ニュースが、追悼集会などに関する報道を控え気味に行い、香港市民から批判を受けたのに対し、エイテビでは特別番組を組むなど、積極的に放送した。しかし2010年になって、 中国本土の企業家である、大進む、ワンジャンが株式を購入して ATV の経営に参加する姿勢を示し、その一方で台湾人である蔡が ATV の一定割合の株を所有していることが香港の法律に違反しているとの訴えを香港高等法院に対して起こした。結局蔡は敗北して資本を引き上げ、中天電子由来の番組も放送終了した。 2000年代からの資本参加をめぐる一連の騒動は以前より中国寄りの放送内容と批判されていた ATV にとって大きな痛手となり次第に視聴者からの支持を失っていった2011年 ATV は TVB に対し発表された番組視聴率は正しい結果ではなく不当な操作を行ったものであるとの記者会見を行い問題解決を訴えたこれは 同年4月17日に ATV で放送された2011年度の香港、電影金像、進むの番組視聴率が同時間帯に TVB で放送されたテレビドラマの視聴率に比べて低く、前年に TVB が放送した際の視聴率よりも大幅に低いことから正しい視聴率調査をしているか疑問があるとしたものである。年月日、 エイテビ本交大のニュース番組である、六天章新聞、ニュースアットシックスにおいて、中国の江沢民元総書記が死去したとのニュースを放送し、世界各国のニュースメディアがエイテビの報道を引用して、講師死去のニュースを配信した。しかし、中国政府より直ちに、講師は健在であるとの訂正報道が配信され、翌日には、エイテビが、 未確認情報を引用して報道したとして、報道内容を撤回して謝罪した。その後、香港政府は厳重注意と罰金を課し、ATV では当時の報道部責任者を解雇した。2012年9月3日には、ATV 本校台で放送している、時事評論番組、ATV 商店において、当時香港で議論になっていた、香港うちの各学校で中国の国家や、 共産党による指導の優位性を教える教育への二中高生による反対活動を香港政府や香港の秩序を破壊する破壊派と評した番組を放送したが放送直後から香港市民による抗議が殺到しわずか2日間で4万7千件にも達したエイテビのニュース部門では前年の公師死去の誤報を受けて新たに招いた 大広報出身の雷セリタケ氏が責任者となっていたが、雷はかねてから中国共産党寄りの発言を行っており、この番組内容も雷の意向によるものとされた。香港通信事務管理局では番組内容が著しく公平性に欠けるとして ATV に対して異例の警告を行った。2012年11月12日、ATV の内部団体が主催し、 香港政府庁舎前で開催される、赤中香港未来というイベントの生中継を実施した。しかし、番組内容は、香港政府が検討している、新たな無料放送局への免許発行に反対するという抗議活動であった。放送開始直後から、番組内容を知った、免許発行賛成派の市民が多数集まり、現場は、騒然となった上、 免許申請に関係する香港の立法議員が番組内容を団体関係者に問いただそうとした際には ATV 職員との間で揉み合いになった。放送中から香港市民より電波の死没化との批判が殺到したため香港通信事務管理局では ATV に対して注意を行った。2013年10月には新たに 有線電子系の奇妙電子と PCCW 系の香港電子娯楽、ベトブの2曲に無料放送の免許発行方針が示され、正式に放送が開始されると TVB 及び ATV に大きな影響が及ぶ可能が指摘されていたもの。奇妙電子は1年以上が過ぎても放送開始になる見込みが立っていないものの、香港電子娯楽は2016年4月6日、ベトブとして 放送を開始した。2014年になると、2015年末で期限切れとなる放送免許の更新に向けて、香港政府に対して申請を行ったが、免許交付の判断については、莫大な負債を抱えている状態からの脱却に向けての対策や、大手株主間で行われていた株主裁判の推移を見て判断するとされた。2014年11月には、 資金不足によって700名ほどの全社員への11月分の給与が未払いとなる問題が発生し放送局としての存亡の危機が表面化したこの危機に対して報道部門では11月分の給与が2014年内に支払われなければ1月1日から英語ニュース番組の放送中止と 関東語ニュース番組の時間短縮を行うことを表明するとともに12月31日で200名程度の報道部員のうち30名程度が退職することを発表した12月29日になって11月分の給与の半額が支払われたが残り半分と12月分の給与支払いには未払いのままとなっており早期の解決が待たれている先に ニュース番組の時間短縮を表明した報道部門は予定通り実施する方針を発表し朝のニュース番組アシューハヤーシタなどの番組が1月1日より放送中止となった一方経営陣は会社の買収に向けて数社と協議しており新たに出資してくれるホワイトナイトが現れることを期待していると表明免許更新に向けて 自体打開に向けての姿勢を見せていた。2015年1月26日、ATV への出資に4社が入札し、交渉を行ったが、いずれも不調に終わった。一方、香港政府で放送を管理する機関である商務及び平一期発展局は、3月末に迫った放送免許更新期限を控え、推移を注意深く見守っていると発表した。 2015年4月1日午後、ATV は新たな出資者が現れたとの発表を行ったが、ショム及び平一期発展局は、同日18時30分に ATV の放送免許の新たな更新を許可しないと発表した。その結果、2016年4月1日をもって ATV は放送停止に追い込まれることとなった。ATV では、今回の決定を不服として、 裁判に訴えることも排除しないと発表した。ATV では新たな出資者獲得の道も断たれた結果、資金的には極めて厳しい状態で、2016年4月までの放送継続すら危ぶまれていた。一部報道によれば、閉局費を前倒しにする案のほか、インターネット放送局として2014年11月に開局した香港電子網絡より、 同局が撮影したドラマを ATV より放送枠を買い取って放送することにより間接的に当面の資金援助を行う申し入れがあったとされる ATV の経営状態は長年の赤字経営のため大きな債務があり経営再建が最重要課題となっていた赤字に伴う度重なる人員整理と制作費の削減のため自社制作のドラマや バラエティ番組の制作を減少、海外からの番組購入を行ったが、結果的にさらなる視聴率の低下や、社内の意識の低下を招くいう、悪循環に陥った。デジタル放送の開始に伴う設備投資のため、銀行から借り入れた借り入れ金の返済が滞る、事態が発生し、新たに別の銀行から借款を受けて、急場をしのいだものの、 今度はその銀行に対する返済が困難になるという深刻な事態を招いた。このため、さらなる経費削減が求められたために、所属芸能人部門の解散などの経費削減を行った。ついに新たな番組用ビデオテープの購入代金支払いすら困難となった結果、保管していた使用済みビデオテープを再利用するという厳しい局面に追い込まれた。香港政府は、 エイテビ救済のための施策を検討したが、最終的には中国国務院直属の団体が株式購入、資本投入をしたことによって喫緊の危機を回避した。一方エイテビ自身も2008年12月に香港の運送会社の経営者を招くなどして経営陣を一新し外部資本の導入による経営改善を目指したが、数日後には経営人の一部が 辞職声明を発表したことで混乱生じ、結局新たに就任した CEO が辞任し、一旦辞職声明した経営陣は留任することで決着した。これは新たに招いた経営陣が ATV の中国寄りの報道姿勢を批判し、香港独自の視点での報道を目指すと宣言したことにより、親中国オーナーの反感を買ったためとされている。 2009年1月には香港や中国にも進出している台湾の製菓会社で近年台湾のメディアの経営権を次々に獲得しているが株式の購入で資本参加することを表明し資金不足の解消が図られることになった番組内容も同グループ参加の台湾中天電子の番組が数多く放送されドラマの TVB に対し ATV は知識 共用、文化路線の番組を強めるなどの視聴者層の差別化を図り、YouTube と連動させた番組作りや香港独自の視点で社会問題をシニカルに取り上げるトーク番組の制作を始めるなど斬新なスタイルを取り入れていて効果も徐々に現れていたが、2010年になって新たに現れた中国本土の企業グループとの争いに敗れた結果、資本を引き上げた。 2015年1月26日、エイテビへの出資に4社が入札。経営再建計画も提出されており、赤字体質脱却への足掛かりとなることが期待されたが、いずれも不調に終わり、2016年4月以降の放送を認められず、放送終了が確定した。2015年秋になり、中国本土で放送事業を営む資産家が、 新たな出資者となることが発表された。給与支払いの度重なる遅延が発生し、報道部員の退職によって人員不足が生じた結果、2015年9月には朝、昼のニュース番組放送を中止していたが、給与支払いが行われたことで放送を再開した。出資者は一旦切れる放送免許を改めて取得して放送再開を目指すとしたが、その後も、 状況改善には至らず、2015年末になって、再び給与支払い遅延が発生した。その後も状況改善しないまま、春節直前の2016年2月6日からは、日中すべてのニュース番組が放送中止になり、放送条例に違反する状態が発生した。また、残っていた社員の多くがここで退職し、 残る社員は400名程度に落ち込み、番組制作が困難になる状態となった。2月20日になって、夜のニュース番組のみ、放送再開したが、この頃には、元の出資者より、早期の会社生産を求める訴えが法院に提出され、審議が行われることとなった。また弁護士からは、アシ電子の銀行口座には、現時点でわずか27万香港ドルしか残って、 おらず、これ以上の放送継続は困難との声明も出されていた。3月3日に関係者が出廷の上、審議が行われたが、この時点では放送停止等の勧告は出されなかった。しかし、弁護士からは銀行からの新たな借金も困難となり、4月1日の免許期限までの放送は難しくなった。3月4日付で全社員を解雇の上、 放送停止し、生存手続きに入ると発表。これにより、アシュー電子は免許有効期限前に放送停止することが決まった。3月4日には予定通り全社員への解雇通知が行われ、18時をもって放送停止するという噂も流れたが、4月1日の免許期限まで放送が続けられるよう、出資者が 追加出資を行う方針であることを発表し、会社に残留している社員によって放送は継続された。4月2日午前0時、停波。放送終了し、59年の歴史に幕を閉じた。停波に際しては、放送終了のメッセージなども表示されないまま、放送中の番組が突然放送中断される、形で、あっけない幕切れであった。 香港におけるテレビ放送局の倒産、放送停止は2局目で、世界的に見ても珍しい事例となった。なお、ATV が使用している、周波数は、4月より放送を開始した、香港電子娯楽、ベートブと香港電台、RTHK が使用している。2016年、それまでの出資者が、会社生産を申し立てたが、新たな出資者が負債を含めた、 株式購入を申し入れ、2017年4月に譲渡が完了。12月12日に香港高等法院によって再建案が認められたのを受けて、12月18日に放送再開した。なお放送再開に際しては、かつて使用していた ATV の放送施設を使用して番組制作を行い、かつて ATV に所属していたタレントが出演している。 視聴量はスマートフォンによる視聴では月額38香港ドル。テレビ視聴用機器による視聴量は月額68香港ドルである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。